皆さん、こんにちは。えー、ただいまご紹介にあずかりました、イースンヨと申します。えー、と報告に入る前にですね、ご確認いただきたいと思いますが、皆様のお手元に、この1枚の両面コピーですね、顔が変わる朝鮮植民地支配と民族識別といたいした、えーと、丸1から丸8まで番号を打ってやる、えー、原文引用資料ですね。私は、えー、これをまあ あの適宜引用しながらお話申し上げたいと思います。で早速報告に参りたいと思います。日本の朝鮮植民地試合というのは、えーま、基本的にはどうかということをスローガンとして掲げていたわけなんですね。しかしその一方で試合戦略またはその前提として最挑戦 蔡、えー、を植民地統治の根幹としていたということが言えます植、えー、民地統治の権力関係のもとでかかる蔡というのは人種主義的な認識あるいは現世中を形成して日常や生活の中の植民地主義として権限したと言えることができるかと思いますこの報告では、えー、日本の朝鮮植民地支配と人種主義の問題を「顔」というキーワードで「 証明してみたいいと思います顔というのは、まあ、民族的な特徴を表す顔そのものを意味するとともに才を表すまたは才を表すと信じられるさまざまな標識ですね、えー、というのを意味するレトリックの一つとして使わせていただきたいと思います。で植民地統治下における支配とと差別、抵抗と あるいは順能という権力関係が生み出した千葉の中で顔という表象がどのようにリアリティを獲得してどのようにリアルな力として機能していたのかについて探っていきたいと思います。えー、最初にですね、えー、資料の1ご覧いただきたいと思います。これは1913年ですね。1910年に韓国併合が行われましたんで韓国併合の直後に出された 文書ですね内務省の警護局から各県各府の長官にあてた文書ですねここのまあ題目が示すように朝鮮人識別資料というのを各県の警察に送ったわけなんですね、えー、まあ見てみましょう「身長内知人と歳なきも姿勢正しく古、えー、のせぐくむ者および猫背少なし」 願望内知人と異ならざるも毛あ、ごめんなさい、毛髪何にしてかつ少なく、髪は下向きに生じるものをうし、顔面にも毛少なく、俗にのっぺり顔をうし、もう全部ひげですね、ひげは一体に薄し、目、まぶたは濁りて鋭からず。 云々といった文章がありますねその次もまあ全部は読みませんが朝鮮特有の髪方がありますのでそれが頭に痕跡を残しているということその次はまあ歯は白いなっていうようなことが書いてますねその後が足に関することそれから常に外面を装う癖があるとなどなどが語られています。 その他にも朝鮮人を区別する特徴として挙げられたのが濁音の発音ができないあるいはラ魚の発音が困難であるというような特徴ですね。それを始めて挨拶や敬礼の作法 あるいは食事の時の時作法例えばまあ日本人は箸だけ使うんですが朝鮮人はむしろさを使うというような、まあ、今にもよく分かれ、まあ、知られているそういう話ですねそれから酒を飲む時には一気飲みを好むとかそれから生材に耐えあぐらをかく習慣などに至るまで合わせて46項目にわたる識別要領を提示しています。 ただしこの内容を見てみると警察自らが内知人に告示していると告白しているわけなんですね。というように身体的な特徴による識別というのは非常に根拠が薄弱なものだと。 いやざるを得ないですねここで注目したいのは識別要領そのものがどんだけ事実に合ってるかどうかという問題よりは警察の治安活動の上で何らかの識別が必要であったということですねまたその識別のために識別要領という文書まで作られて各県の警察に送られたという事実に注目したいと思います。 で日本内地における朝鮮人識別というのはもちろん治安関係上の問題なんですがこれは朝鮮半島、まあ、植民地の本場の朝鮮半島ではどうだったでしょうかむしろある意味では、まあ、内地よりも、えーまあ、ひどい状況だったかもしれませんね、えー、例えば、えーまあ、資料2をご覧いただきたいと思いますこれは1919 19年の3月1日に勃発した、まあ、有名な 朝鮮三一独立運動の時の話です。でご,ご,ご存知の方も多いかと思いますが3月1日に勃発して、まあ、朝鮮全土を巻き込んだ大規模の万歳支持運動の一つですね。 この内容を見てみると3月4日夜旧連平所リュージャ山といって今ソウルの KTX 新幹線が止まる駅なんですがの前に湯川歩兵二等措置保証中羽織袴を着用する者来たを汚れり抗言をもって保証を薄暗き場所に輸出し56名の先人とともに湯川二等措置の重権を奪わんとし格闘の末彼らは逃走したるがその際 銃を棄損し県は所在不明となり湯川二等措置は不詳せり施行して和服を着用せしは内地語に巧みなる先人なりしがごとしまあ先人というのは朝鮮語の略語あるいは別称でもありますけれどもというような事件が起こったわけなんですね。ここで まあ確認されるのは見分けがどんだけ難しいのかというまあ当然な事実ですねそれにとどまらず見分けのさて地が危機を招いたということがわかりますねその見分けが失敗した場合危機が起こるのを逆説的に語っているとも思われます言い換えれば極めてまあいわゆる過去地域の人種なんですが人種的に近い移民族を統治しなければならない日本の支配者側にとっては 朝鮮人に対する見分けは非常に難しいものでありそれと同時にあるいはそれが故にこそ見分けなければならないものだったと言えるかと思いますで、このような識別の問題はまあ、全体的な差異の問題としても、えー、まあ、関係していると思いますここでは差異に関する認識や建設に関してまあ、簡単に調べてみたいと思います この異に関する認識そのものが植民地における支配あるいは非支配の権力関係のもとでここでは植民地朝鮮社会における日本人側と朝鮮人側それぞれが持っていた異をめぐる人種主義の言説を考察してみたいと思います。 韓国併合直後から1910年代ですね先ほど申し上げました三一独立運動が起こる前,の前までの時期なんですがこの時期の特徴としては非常にロコ・チュナ人主主義朝鮮人の別視論などがよく言われていました例えばまあ後ほど形状医学専門学校というあの医学校の教授になる久保武史というお医者さんがいるんですが彼が1919 19年に発表した文書で次のようなことを言ってます。 朝鮮人の骨格を内地人に比べてみると割合大きく重量もまた多少多いが筋肉系統についてはこれと正反対に内地,により内地人よりはるかに劣っていると前提してこれは結局脳の容量が少なくなったというような話をしていますね。さらにこののようなものを言ってますが、 これは朝鮮人の人種解剖学上最も注意すべき点であるすなわち内知人および西洋人に比して著しく相違しているのは文化の程度の幼稚なることによって来るゆえんであるということですねつまり朝鮮人というのはまず西欧中心的な視覚から観点からものを言っていてるわけなんですがえ 朝鮮社会を行進的あるいは未発達の状態だとみなしておりその原因として遺伝的あるいは身体的要因を挙げているのでありますこのような視覚から見てみると朝鮮人の文明化あるいはどうかというのはまあそもそも不可能な話あるいはまた大きな限界を持っているものになりますむしろ民族に対する差別民族差別というのは自然なものとして永久に克服できないものになるというわけなんですね もう一つ、歳をめぐるそういう言説の一つとして、このような身体的な特徴のみならず、文化や風習に関するものまで、えーまあ、及んでいます。例えば、形状、まあ、今のソウルで出していた日本語雑誌、日本人が観光していた雑誌なんですが、そこでこのような一節が載ってますね。例えば、朝鮮人は不潔だ、あるいは不衛生だということを言って、えー、チャンコロと同じく清潔観念が乏しい。 乏しいというよりむしろジェチムと言いたいくらいたらだと言ってその当時朝鮮を実質的に支配してた韓国東韓府の政策に関しても東韓政治は顔の朝鮮人を目標とせずにまず尻の朝鮮人を目標とすれば多少適切なる朝鮮統治が生み出されるだろうというふうに言ってますね。 また、えー、堂々たる美女,美女部もあだ、えー、たる美人でも肝心というやちはすべて相手するとプンと何とも言えない嫌な匂いがする、まあ、これはニンニクの匂いを語っているものなんですがこのような、まあ、日本人側の学者ジャーナリストによって展開された露骨な人種論、えー、朝鮮人列島論というのは三一、えーまあ、運動以降の1920年代に入ると、まあ、少しずつ。 姿を消していくことになりますがただそれが表面から姿を消したといって人種主義の原説そのものもが消滅したわけではございませんそれではこのような日本側による文明観人種観に対する朝鮮人側の認識は果たしてどうだったのかということを見てみたいと思います。資料の ③ ですね春演戦という ような、えーまあ、ペンネームで書いた資料なんですがこれは後日、まあ、朝鮮を代表する最大の文学者として言われる李光洙イ・ガンスという人が、えー、その当時早稲田大学に在学してたんですが留学当時に朝鮮語新聞に 執筆した文章です、まあ、原文ハングルですが訳しました、えー「某友がある日、えーまあ、ソウルのど真ん中にある昇格前に立ち、えー、往来する白衣人これは朝鮮人のレトリックですね白衣を着た朝鮮人を観察するに眼勢は濁り口はへと開いており獅子はぐったりして胸部はへこんで身体は前に回っており、えー、歩きには気力がなく眼色は病のように黄色なり」。 各のごとき収力がしかにし彼らの要望には「水の字九の字千の字」の字の字が落印せられるがごとく文明に見えたりというようによもうまた同感なりというような言説を出しているんですね。これ彼はまあこれについてこれに比べてみて内地人の眼色はカンカンたるあの瞳を持って英気があふれていてまた両腕には 筋肉が発達してムキムキしているというようなことを言ってますが、えー、つまりこれはまあ人種主義に基づいたいわゆる人種改善学の流れから強い影響を受けていた論理ですね実際このような論理は1920年代になると民族解善論という名前で、えー、まあ一つの思想傾向を形成しますでこれが実際に朝鮮の民族運動の右派 ですね、民族運動の中でも右派の理念的な基礎になる、まあ、いわゆる実力養成論という実践論理として、えーまあ、機能していくわけなんですがこれは民族の実力を要請して日本から独立しようというような、まあ、ある意味での抵抗的な意味を持っているものなんですがそれとは裏腹に侵略者の 試合方式を論理化したいわゆる民族理論のそのままを受け入れて朝鮮民族の低能性を論証したとも批判されるものですね一方でこれとは真逆の建設ですが民族運動の成長を背景とした朝鮮人側の民族論の中ではこのような強者の,強者の論理を、えー まあ脱皮して朝鮮民族の優秀性を強調した言説も現れますこれが資料4に値するものですね朝鮮の民族宗教である天土教というところから出していた、まあ、非常に民族運動の志向が強いナショナリスティックな雑誌の一つです「朝鮮人の見たる朝鮮の誇り」という文章ですがまず見てみます「我が朝鮮の人は眼力が非常に良く歯科が健康で伝染,病伝染病に対する抵抗力が高いです」 日本人や西洋人を見るといくら身体が健康で体が壮大だとしても体外眼力が不足し近視眼や原子眼が多くまた脂肪が,が弱くて虫歯が多く伝染病にかかりやすく一度かかったら完治が難しいですが我が朝鮮の人はそうではありませんと何の根拠があるのか分かりませんがお医者さんがこう言ってますねその次は中学校の先生が書いた文章の引用ですが 朝鮮の人は米人や路人のように陰険ではなく日本人のように景観でもなくインドや南洋人のように費用でもなく中国人のように地道でもなく大陸性と海洋性島性を兼有して息がありながらも平和であり順航でありながらも病ではありませんというようなことを言ってます。これは同時期に平常した民族解除論の自己矛盾を克服して自尊 時代のナショナルアイデンティティを確立しようと試みた、えー、ま現、あ、実だと思いますがここで注目したいと思うのはこの論理自体も紛れもなく人種主義ですよね、えー、そういうような人種主義あるいは人種偏見を根幹としていたものがわ、えー、かります つまり支配者側の理念を転倒させてそれを抵抗の論理として利用していますがそれもまた多人種あるいは多民族に対する偏見と蔑視といった借用した強者の論理に基づいてしか成立できなかったものだと言えます。 それではですねこのような見分けあるいは差異に対する認識言説というのがあの支配と非支配の権力関係が作用している実際の日常生活ではどういうふうにまあ作動していたのかについて見てみたいと思います。まあ、果たして先ほど見たように警察や憲兵などのみの問題だったのかということですね。 ここではそういう意味で生活の中の見分けの問題について注目したいと思います。えー、っと、まあ一つ例を挙げたいと思いますが、1933年、朝鮮憲兵隊司令部、まあ、朝鮮全体を管轄する,する、えー、憲兵隊の、えー、中心機構ですね、ここから朝鮮同胞に対する内地人反省辞録という本が出ます。これれは憲兵隊が収集したた、朝鮮各地で行われた 日本人による朝鮮人あの差別の事例を収集して紹介した文書なんですがもうこれらの編纂2とは日本人などがあんまりにもひどいことをいろいろやってるのでそれがかえって日本の朝鮮支配の障害になってるということを指摘して日本人の言動に猛省を促すためのものです。 例えばこんな例が載ってますが火事があって駆けつけた義勇消防隊がその火事があった家が朝鮮人の家だと分かってすぐ引き換えてしまった話だとかお医者さんにいたら朝鮮人だとして診療を拒否したとかあるいは朝鮮人の散髪を断る床屋さんなどなどの例が。 いかにも非常識極まる事例ではありますがある意味それこそが植民民地社会ににおけるる族間のの関係を国名に表ししているものかもかれません実際居住地域や中学する学校職業などが大体の場合は日本人と朝鮮人が区別していたわけなんですが2つの民族が接する場面では生活感覚としての差別まるで空気のようにこのようなものが存在したと。 言えるかと思います従ってその差別の根拠となる見分けというのも至るところで機能したのではないかと思いますつまり体格や用語、えー、服装言葉仕草そして匂いまでもが見分けの、えー、規制として機能したと言えるかと思いますこのような見分けの生活感覚あるいは、まあ、両民族の互いに対する視線などについてえー あすみませんそれからそういった関係が作り出す空気などについて、えーまあ、戦後のことなんですが開口を残した文書がありますのでここで紹介します。資料5ですね、えー 西俊城さんという方は、まあ、戦前、慶城帝国大学の文学部、法文学部の助教授を歴任した方で、中国学の専門家ですね、彼が慶城に着任して、朝鮮での生活を始めた頃に、極めて敏感にこのような、以下のような経験をしたというわけなんですね、少し読んでみますね、7月の暑さにぐったりしながら街を歩いて、今度は耳に聞く朝鮮語は真剣に触った。 日本人である僕を無視して勝手に生きる朝鮮なんだという感じが急に一人掘り出された僕の気に触ったかもしれない言葉だけでなく人の要望、服装、身振り、街並みが気に触った無意安逸に見える老人たち裏通りに貧しい裏通りの貧しい家のたたじまい道,道路に腰を下ろした物織りそして中国式の貧弱な毛布としか見えなかった古い建物 ててに僕はケチをつけていた植民地管理の僕は朝鮮の日本との一致に対して日本でのような中華する旅行先としてのようなそんな寛容さえ持たずむしろケチをつけることで潜在的な遊泳時間を保とうとしたのかもしれないという解雇を残しています。で朝鮮在住の日本人社会に対しては、まあ、基本的には植民地者の根性に対して まあ非常に強く批判的な姿勢をとっていて彼自身朝鮮文化や朝鮮人を理解する人間であるそういうつもりであった西さんなんですが彼もまた植民地のかかから自由ではなかったことが分かりますまた次の資料6は朝鮮人に対して善意を持ってた善意に満ちてた一人の少女が民族間の緊張した空気に触れ自分が植民者側の川に立てるということを実感する場面。 としして挙げました次の資料6ですね母に連れられて理科女子大にで開催された馬車にいて心情を貫くような激しく冷たい視線の集中攻撃を浴びた時にはどうしてこんなひどい仕打ちをと思わないわけにはいかなかった。 悪いのはャフの娘のような、まあ、そのこの前の文書に少し話が出るんですが例えば朝鮮人を別視して虐待する悪い日本人であって私たち親子ではないはずではないか良い日本人と悪い日本人となぜ見分けがつかないのか人,あごめんなさい人の行為を無価にするのも程があると悲しさよりも怖さと憤りで身体が硬くなったのを覚えているというような話をしてますね。 全体的にこのような社会の本域あるいは秩序でありますがこれが1937年に勃発した日中戦争ですねの以降になると少しずつ状況が変わっていくことになります。まあ、ご存知のの通り、日中戦争の勃発以来、 植民地朝鮮では戦時体制の再編とともに物的人的動員が行われますねその理念的な背景スローガンとして提示されたのが内戦一体内地日本と戦朝鮮は一つだということですよねそれから公民化政策まあ、有名なまあ、創始解明なりあるいは国語常用運動なりなどがやはり挙げられますね なので差異による試合工場そのものが変化したわけでは決してございませんが少なくとも表面的には同化あるいは平等の論理が掲げられて露骨な民族差別の言説は表面から表,表面に現れなくなりましたこのような雰囲気の中で、まあえー、それを象徴的に象徴するような一たちの、まあ、ごく一部の事例ではありますけれども例えば 1910年代に朝鮮人は身体解剖学的に劣等であるとか朝鮮人の顔は真っ平であんまり美しくないというような言説があったんですがこの時期になると次のような言説がなされるようになりますね例えば朝鮮人の女性が美的な面でも体格上の面でも内地女性に優れている。 朝鮮人は内地人に比べて胴が短く足が長くて西洋人に近い体型をしているというような言説がありますね。これは慶助帝大の医学部の教授である今村豊さんなどがまあ紹介した話なんですが。 えーまあ、ごく一部の事例に過ぎないものなんですが先ほど紹介したような1910年代の言説と比べてみるとかりま,す、ね、まあいずれにしろこのような公民化運動内戦一体運動という、えー、運動の中で一軍の朝鮮人の内戦一体論者 という存在が登場しますつまり彼らの主張を簡単に申しますと朝鮮の独立あるいは自治というのはそもそもできないまたそうやったとして幸福になるわけでもない現存する差別を打開するためには独立とか自治ではなくて既存の朝鮮民族全体を完全に解体して日本民族として統合する必要があるというような話ですね全面的な動化ですね。 それがまあいわば支配者の論理に便乗して差別から脱出を試みた論理としてまあまあよく知られている話なんですね。このような立場はいわば同化一体論と言われるんですがこれとは別に対日協力の論理の一つとして平行定型論という論理があります。 つまり同化一体論というのは文化も名前も言語ももう何もかも完全に挑戦的な痕跡を残して日本に同化するという話ですね。それに比べてみて平行定型論は挑戦的なものを残したまんま政策的に日本に協力をするというような論理ですね。このような2つの対立の中で言うまでもなく同化一体論というのが少数派に属していました。 その代表的なイデオログの一人でがヒョン・ョンソンショ賞という人物なんですが資料7の文章を書いた人ですね彼から言わせてもらうと朝鮮民族の特徴を残し朝鮮民族として存在し続けようとする多数派の平行定型論はそれこそ永遠に差別を維持させるグ愚チな選択です。 に過ぎないと批判して完全な日本化を通じて差別される非支配民族の位置から逃れる、えー、さらには、えー、強大な日本の一部になることによって雄大なる世界統一者の一つの身内として、えー、飛躍したいということを夢見た人ですね、えー、彼の文章の中で内戦結婚論という文章があって引用しました2行目の最後あたりから読んでみたいと思います 最近は遺伝というものが昔ほど勢力を得ないんだ。環境が人間をすっかりと変えてしまうものである。西洋人そっくりの日本人が増えてきたのである。日本人は永遠に不死の大和魂を持ち物であるがその外貌は非常に変わって西洋人,人的になると思う。それと等しく朝鮮人の中,、まあ、中学大学を出たものの中。 特に勉強した者の,の顔は日本人に似て,似てくるものである。かつて上海に遊んだ時西洋人の銀行会社に勤めているシナ人青年たちの用護が西洋人に似ていることに一気を喫したことがあるが環境によって人の形は変わるもんだ。ことに地理的影響は大きいものである。朝鮮人は永遠に朝鮮人、内地人は永遠に内地人であるということは笑うべき観念論であると。 ような話をしていますねこの文章は表面的には同化を掲げながらも朝鮮人との差異を残そうとする試合、えー、者側に対する批判ですねそして同化の障害となっている日本人側の朝鮮人に対する人種主義に対する批判の意味を込めています内戦一帯の最も有効な実現方法の一つである内戦結婚に対しては日本人側の警戒心や不安、えー、不定的な反応を、えー を持っていたわけなんですがそれに対して批判して内戦の血縁上の統一は可能であるということを主とした一説でありますねその根拠としては顔が変わるという論理を非力していますまあ、文明論の観点から優れている西洋人をアイデアルタイプとして想定してその文明に近づいている日本人や上海の中国人の顔が西洋人に似ていくまた日本統治下で近代化していた 朝鮮人の中でも日本人の顔に出ていたものが増えたという論理はまあ、興味深いかなと思いますつまり近代日本が想定した世界の人種的なヒエラルキーのそのまんまを受け入れてそれを文明化あるいは同化の表彰として顔の変化を論じているものであります同時にこのような顔の変化は見分けによる差別的なヒエラルキー試合の 根拠を否定するという彼自身の強いいい願望を表していると思いますならば顔っていうのは、まあ、単なる顔だけではなくて、まあ、いろんないろんなものを表すレトリックですよと冒頭に申し上げましたんですがこのようなヒントをもらったのは次の資料8の李光衆という人ですね先ほどの資料3の人と同じ人です。 彼は文芸春秋の1940年、期、ま、限、あ、2600年ですね、の11月後に次のような顔が変わるという文章を残しています。まず読んでみますね。今になって考えてみると、過去30年間、半島人の顔は確かに変わった。変わったのは顔ばっかりではあるまい。着こなしも歩きぶりも、作法も、そして考えも変わってきたことだろう。 それらのものが一つになって顔が変わったという結果を生じたのである年の若い者になればなるほど区別がつかなくなってきた女の方がもっと分かりにくい内戦両民族がかように見分けがつかなくなることそのものが両辱同結の生きた証拠だと思う。 英国人とインド人とは何万年経っても同じ顔になることはないだろうというような話をしていますつまり顔というのは服の着方や作法仕草などを含む外見上の民族標識でありそれが日本の統治下で変化してきたということを言っているわけなんですね彼の論理によるとすでに創始解明が行われ名前だけでは民族を区別することができなくなったまた学校教育が普及されて 若者の日本語も巧みになって言語による識別もほぼできないで、顔まで似てきた今日には日本人が朝鮮人にあるいは朝鮮人が日本人に間違われる場合も少なくなった少なくな,な,ならなくなったという話をしていますねこの時期の同化一体論を代表する朝鮮人イデオログの、まあ、ゲンとリーの2人ですね彼らが同じく顔のレトリックを駆使して論を展開しているのは 果たして単なる偶然なんでしょうか。見分けによる試合と非試合の向上差別と抵抗の視線が混じり合う空気の中で生きてきた彼ら、植民地の知識人としては、自分らの身体に刻められている植民地経験あるいは差別経験の感覚としての顔のことを言い出すのは、ある意味では当然だったかもしれません。以上報告を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。